思って二口目で確信に入る。うまいと。それぐらいうまい。うますぎる。で、こう、ちょっとね、こうスープで。流せば、うわぁ。辛抱たまらん。これはね、ついつい食べちゃう、太っちゃう料理。昨日オムライス食べたいって言ったけど、オムライスにした。はい。ああ。どう？うん。うまい？うん。うん。いや、めちゃくちゃ美味しいよ、これ。おかわり。ああ、今作ってる。めちゃくちゃうまい。じゃキャラットペロ食うわ。よくわかんないけど。人参をなんか油で和えてる感じ。匂いは酸っぱいね、なんか。すもの、もの系？うん。なあ！苦手？うまい。これね、すごいのが、オムライスがバターライスなんだよ。だからちょっとしつこいなっていう時あるんだよね。だから、このキャロットペロットで食べると味が一回リセットされて何倍でもいけるという品物。ラッコみたいな。性能的に言うと。そう、箸休めでね。めちゃくちゃうまい。じゃ次はタケノコの天ぷら。あ、それちょっと失敗しちゃったかも。これ塩は？これ昨日の残りもを、あの煮物だったんだよ、タケノコをね。 それを天ぷらにしたってやつ。いただきます。失敗しちゃった。俺は好きよ。失敗なんか煮物と天ぷらの絶妙な感じだよね。なんて言うんだろう、ちょっと煮物チックだから柔らかいんだけど、外がパリッとしてるから香ばしい味と煮物の深さが絶妙にあって美味しいね。美味しいよ、ほんとにシンプルに。食べさせてあげたい。これ塩とかいらないね。なぜならもう煮物になってるから味が染み込んでる。あ、うちの彼女栄養士だからね。うまいね。あ、これね、1回目はムってなったんだけど2回とか3口食うとめちゃくちゃうまい。一口、二口、三口で癖になるやつ。わかる？はじめ、アニメがさ、微妙な時あるじゃん。面白くねえな、みたいな。でも、2話ずつ、3話ずつ見ると、だんだん面白くなるみたいな。そんな感じ。めちゃくちゃうまい。癖になる。
美味しい。うまいわ。佐藤ちゃん食べないの？うん、食べるよ。食べてないじゃん。今食べてる。いただきます。うん、彼女だね。うん、まあする。まあまあ、お昼ご飯っていうか晩飯。うん、うん、あのね、晩飯を抜くというダイエット法をしてるんだよ。だから昼兼晩っていう、昼ご晩ご飯食わないっていう。で、俺これ今のうちにこれ目いっぱい食っとかないと、あのお腹すくんだよね。フォローありがとう。うまいよ。動いてない。おかえり。うん、これ最後ね。はい。うますぎる。16時間ダイエットっつって、なんか YouTuber さんも見たんだよ、女の子の。夜食わなきゃ痩せるって言ってたから、そのダイエットしてる。うん、俺160キロあって何も動いてないけど3キロ痩せてるよ、1週間で。だから俺的には効いてるよ。これイカね。ちょっと硬いかも。うん、あ、いいね、うまい。夕食抜くのは辛い、その通り。だから辛い時はグミ食ってる。彼女と料理中だから後で見せるね。イカは噛まないと楽しめない。
うまい、これがうま、うん、ないもん。うん。佐藤さん全然食ってないじゃん。おいで。あら、一口。あとフーフーして。うん。はい。うん。おいしい？うん。うちの彼女ですね。付き合っても半年です。基本的にはしてないかな。まあ外部の方でやってる。おいしいよ、めちゃくちゃ。美味しい？うん、やった。うん、飲み物だね。うん、あ、鶏もも肉がちょっと喉に引っかかるから、鶏もも肉は噛みましょう。ごちそうです。ありがとう、食べてくれて、うん、めちゃくちゃ美味しかったよ。美味しかった。うん、やった。これで痩せれるわ。食った。ちょっとね、飯食ったら眠たくなってきたんで、正直オムライス2杯目ぐらいで待たされた時間あったじゃん。あの時に急に血糖値上がって眠たくなってたんだよ。ちょっと寝るわ。両タッチには申し訳ないけど、今日はもう寝るって言っといて。
うん、血糖値上がっても無理だこれ。ちょっと寝ますもん。あ、来た。危ない、セーフ。ああ、寝とれたでしょ。もう寝ようかなと思ってたよ。オムライス食べたからね、さっき。セーフ。危ない、危ない、寝る前に捕まえた全員。嘘でしょ。よし、寝る前に捕まえた全員、捕まえたぞ。終わっちゃったよ、嘘だろ。全員寝る前に捕まえましたよ、皆さん。さあ、初めての両方たちの VS パルパル、クワッチ VS TikTok。勝てないよ。いや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 、うちもその投げる人主体の人を自粛してるんで。そうなんだ。うん、だけ全然いい。ちょっと応援だけいい勝負ぐらいになりますよ。ちょっと勝負していい、両タッチョくんと。よろしくお願いします。あ、デモさんありがとう、来てくれて。皆さん、あれ、あの、全力で行ってくださいね。オッケー、スピードチャレンジ1位から10位まで4桁貢献以上、みんなで全力で行ってほしい。ラスト勝負していい、これさっきラスト勝負って言ったけど、みんなで全力で。ちょっとオムライス分いい、ちょっとオムライス分。オムライス分は絶対稼げるやろ、パドルで。オムライス分いいですか、ちょっと絶対切るっすよ、それは。あ、そうなんだ。使ってもいいの、はい、あったら。あったら使っていいです。うち、ちょっと待って、あるグローブ。ないかな。俺もわかんない。次、MVP って出たけどね。うち、グローブある？誰かあるか教えて。ない。もう眠すぎやけん、ちょっと早せんと、もう寝るよ。寝ちゃうよ。うん。ある？ある方いる？ない。ないならそのままなしでいこうか。おい、ああ、危ない危ない、寝るとこだった。ないね、グローブないね。じゃあ行くよ、みんなで一気に、うん、いきますよ。ちょ、ラスト勝負これ、ちょっと応援よろしくお願いします。タップから俺初戦バトルね。タップから行きます。いいですか、リスナーさん。めちゃくちゃ強いから、この方。いや、もう今強くないです。行きましょう、タップから。タップ。お願いします、ちょっと。タップから全員、全力で行って。全力でタップ。キュンキュンから。こっちタップを。タップ負けしないで、タップ負け。全力タップで。全員で行こう、全員で行こう、全員で行こう、負けとるよ、タップ。さあ、全員で行こう、負けとるよ。タップダンスして、タップダンス。みんなで行くぞ。パン。みんなで行くぞ。パン。パパパン。さあ、行かれ。パン、パン。画面タッチするタップできるから、これ。はい、こう。パン。パパパン。スピーチャー始まったら500コイン以上で、1位から10位まで500コイン以上の応援で、全員で、全員で攻めていくよ。いい、団結していくよ。オッケー。いけるか。いくぞ。いけるか、これ。全員でやるぞ。いいよ、団結力はこっちがまだタップできてる。勝ってる。負けとるよ。団結力。負けとるよ。団結、団結。負けとるよ。いいよ、タップ。700いこう、700。タップから。しゃあ、俺。タップからみんな負けとるよ。いいよ。まだまだ、あの、ミッション。負けとるよ、負けとるよ、負けとるよ。全員タップから。タップ1コインから。タップ1コインのバラからでみんなで行こうね。タップだけで勝てちゃう？これもしかして。舐められとるぞ、うちの枠。タップだけで勝てるんじゃんか、これ。おい、舐められとるぞ。タップだけで勝てるとかいいよ。タップ管理ありがとう、タップ管理の方。さあ、来た。あ、来た。さあ、皆さん3倍ね、ミッションね。よし、3倍、3倍で2100ポイント。2100ポイント、2100ポイントいってくれ。2100ポイントお願いします、リスナーさん。いってくれ、全員でいこう。いってくれ、2100ポイント。みんな頼む。いけ、100ポイントお願いします。ちょっとありがとう。あと20秒。あー、これ足りないか。えいちゃん足りないか、これ200ポイント。あと頑張れ、300足りないか。高連合やばい、3倍チャレンジだけだった。行ってくれ。あー、カンカンカン。ストップ、ストップ、ストップ。ゆうゆう、めめちゃん。危ない。行くよー。花火ありがとう、ちーまるちゃん。3倍。60秒。3倍来た、3倍お願いします。ガウン。お願いします。めめちゃん。団結するぞ、団結、団結。1位から10位まで。全員で行こう。
ミント行っちゃったね。ジルママ勝ちよ、俺は勝っちゃう。誰あかんかん、これジャロー、とんでもないアイテム来たー。40秒、あやジェ、いけるいける、あと36秒、まだいけるよ。いや、ハッピーブラウン、リエ、いいぞいいぞいいぞ、リエナイスリエナイス、ありがとう。30秒、ゆかー、おーい、よろしくお願いします。ゆかナイス、リエちゃんナイス、潜ってる方も初見さんも参加して、アギミー、20秒、ガトリング、差し込みいける人差し込んでよ、ネギちゃんナイスよ、差し込みいける人最後差し込んで、差し込み大きいの来たら差し込んじゃっていいよ。ひつがえちゃんナイス、ありがとう。残り10秒、残り10秒、さあ出てきてくれ、頑張れ、いけいけいけ、誰だ、まさかまーす、ナイスナイス、負けないユユー、いやまだわかんないよ、1分50秒の奇跡ね、これ抜くよ、これなぎみいけるか、リスターさん、やっといったれ、31000ポイント、ケビンで、リエ頼む、奇跡に勝たせてくれ、あっさー、ひつがえちゃん1分30秒さあ、どんどん話していこう、どんどん話していこう、みんなで、これ頼む、リスターさん、話していこう、あ、やばいやばい、もう踊りだして、話していこう、みんなで、お願い、1分20秒、お願いします、リオラオナイス、リオラオナイス、ありがとう。あー、スイカありがとう。リオラオナイスよ。ありがとう。リオラオナイス、ありがとう。1分10秒前。スイちゃんも。ありがとう、ありがとう、ありがとう。1ポイントからみんな団結していこう。1ポイントから。あと3万ポイント、いけないか。ナイス、ありがとう。さあ、1分前。お願いします。ゴーリンゴ、アッサー。ミント。ありがとう。さあ、行こう。ラスト1分。みんなで行こう。はい、スイちゃん。お願い。タップもね、タップもタップもタップも止まった、タップ止まっとるよ、タップ止まっとるよ、タップも頑張ろう、タップもタップ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 、ひつがえちゃんナイス、ありがとう。3ポイント無理か、あの手乗りハンドハートとかいける人、100コインの手乗りとか、イケメンか、手乗りハンドハート、リオナもいいぞ、ありがとう。新ギフトマジ可愛い、ゆかありがとう、ナイス、ひつがえちゃんナイス、ありがとう。残り30秒、さあみんな出てこよう、ジルママ、イケメンか、これトスコイさん、ありがとう。ひつがえちゃん、ラスト20秒、いけるか、ひつがえちゃん残り20秒、いけるか、これやれるか、差し込み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 注意ね、ライオン、ライオンの差し込み注意よ、10秒前、あやナイス、ライオン来たら終わるからね、10秒前みんなで差し込みいける人、みんなで差し込みいこう、5秒前、4 3 2 1 0、ああ、ゆかーからの誰、すがやちゃん、あ、お前がアラブの石油を、ソフトバンク孫正義、質がいないとやっていけない、ナイス、くそ負けちゃった、ありがとう、いや、惜しいね、いや、どうぞリオタップさん先に、あれです、パルパルさん、あのお互いミュートで、ミュートで、あ、ミュートでできるんだこれ、ミュートで読みましょう、ミュートはこれか、はい、悔しい、みんなありがとうの、応援してくれてありがとうございます。10位のミーママちゃん、イノさん9位ありがとう、キラちゃんもありがとう、7位のチーマルちゃんありがとう、チャレンジ貢献ありがとうね、チーマルちゃん、チョッピちゃんもチャレンジポイントありがとう、6位、5位のももかちゃんもありがとう、うんちゃの、GUPPY さんもありがとうございます、ゆうかちゃんもありがとう、3位ね、ありがとうございます。チャレンジ高級生、ゆかちゃんありがとう。アミマちゃんも、パパラもありがとうね、これ。ありがとう、もう嬉しいよ。いやいや、もう、団結力あったよ。ね、これから、ね、極めていこう、極めていこう。いけ。今度、勝たせて、今度は。ありがとうね、みんな。パパラね、そんなことないよ。ありがとう。いやいやいや、しゃあない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 です、はい、しゃあないしゃあないです、これはしゃあないです、言い訳じゃないんですけど、はい、僕ほら、あのご飯食った後だったからエンジンがこう切れてたんですよね、みんな、そうそう、もうご飯食べてやっぱみんなも終わるムードになってて、でしょ、そこじゃなくてもう俺自身が、はい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 、その盛り上げが下手だった、いやめっちゃなんか声出してて盛り上げてたよ、ね、くっそー、リオタッチョくん。でも前ありがとうね、イベント。全然全然全然。なんか、
通常の時に高いアイテムくれたよね。ライオンかな。いや、ありがとうございます、ライオンだから。なんかもう距離感ちょっと知りましょう。パルちゃんって呼ぶね、パルちゃん。え、りょうたって最近ツイキャスやってるもんね。キャスやってる、そう。キャスと今 TikTok やってる。あ、最初は TikTok だけだったの？ずっと TikTok やってて、で、その後今、なんかツイキャスいろんな人がやり出してさ、ふわっちいろんな人がやり出して、ふわっち A 版でやれないからさ、俺。そう。そうそう、うん。で、ツイキャスやってるみたいな。あ、そういうことか。そう。で、ツイキャスでちょっと、なんかさ、あれじゃん、やっぱ TikTok だけの人だと、ツイキャスとかふわっち来たらさ、誰ってなるじゃん。あ、そうなんもんなんのか。いや、なるんよ。へ、例えばさ、ゼロワンさんがふわっちから来て、TikTok やけど、ゼロワンさんが仮にツイキャスとかふわっち戻っても、あ、ゼロワンだってなるわけじゃん。うん、なるなる。でも TikTok だけやったら、TikTok の人、TikTok だけでは知名度あるけど、そう。そうなんだ。例えば、藤沢奈々とかやったらさ、もう全部が知ってるわけじゃん。うん、確かにね。やろう。知らない人いないわけじゃん。どこの界隈行っても。でも、例えば、パルちゃんとかもさ、ふわっちとかツイキャスでは有名やけど、TikTok 来たら誰ってなるじゃん。例えばよ。うん、そう。そう。そうか。そう。それと一緒で、なんか俺もツイキャスがふわっち行った時に、いや、両他町で誰みたいな雰囲気になるから、うん、いや、もうちょっと配信会盛り上げたいなと思って、ツイキャスでもそう、名前売っていこうみたいな。いや、絶対その方がいいよね、幅広くね。そう。だから次は YouTube だね。いや、ちょっと界隈が違う、それ。やっちょくんとやればいいよ。やっちょくん。いや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 。やっちょくんとも仲いいんだよね。やっちょ仲いい、やっちょ仲いい。うん。やっちょさんなんか TikTok はやっちょくんが嫌われ者って聞いたから、これ本当なの？いや、まあ本当やけど、俺は好き、新やっちょ。あ、そうなの、うん、なんで言ったの？いいか、オッケーオッケー。みんなが言うからってこと？みんなが言ってるから。なんかね、新野町炎上系みたいなので結構こう、なんかこう、なんていうかな、こうされてるんやけど、この羽の毛みたいなされてるんやけど、俺もともと新野町のリスナーさんやって。あ、そうなんだ。もともと本当に16年前、17年前ぐらいからツイキャストニコ生見てた人でさ、小学校ぐらいから。うん。そう。で、新野町とか、金梅さんもともと好きでさ、めっちゃ。ああ、ね。そう。うん、金さん、もう金梅さん好きで、梅さん好きで、ずっと見てて。そう。で、新野町、ナーボー、TJ。ああ。そう。そこは絶対ルーティーン。その辺ね、もうその辺、ネットの王子とか。石川のりゆきもね。のりゆきさん、そして水にゃんとかを見てたんよ。本当にのりゆきさん見てた？のりゆきさん、いや、のりゆきさん大好きだよ。そう。あの辺を見てて、あの辺の全盛期ね。あと、かまえちゃんとかわかるよね、かまえちゃん。ああ、もう、おかまのね。そう。とか、なんか、神谷優先生とか、うん。そう。そう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 。じゃあ、若いんだよ、りょうたっちょくんって。今29で、俺13歳から見てたから。29なの？そうだよ。今年でもう2、30になる。今年29。どっちの方が若いみんな。年上かよ、これ。年上かよ、これ。はるちゃんまさかの1個下やった、俺の。はるちゃんまさかの俺の1個下。年上なの？うん。え、はるちゃんまさかの俺、ため。え、はるちゃん何月で誕生日？何月で何？来月なのよ。来月で29。そう。今 28?28 っす。あ、じゃあ1個下、1個下だ。うん。だから、りょうたっちょくんとか言ってすいません。いや、タメ口で言って。うん。配信にそんな先輩後輩ないよ。うん。そんな先輩後輩ないよ。だって俺だって01歳だけど、01っていう時あるんやから。ああ、うん。いや、でも、楽しかった、今日。いや、俺もなんか嬉しい、こうやって。また、しっかりイメージするから人狼誘ってる、人狼、人狼。あ、いいの誘って。人狼誘ってる、よぶ分さん、機長とか、機長も仲いいからさ。うん。いや、誘うわ、じゃあ。人狼とかもやりたいよ、なんか。できるってことなの？いや。あ、でも、わからなくてもできるからね。頭に入りたい。うん、入って入って。入れて。よかった。俺も入れて。うん。ちなみに、TikTok 平均何時間ぐらいやってるの？長いね、ね。6時間、7時間ぐらい。1日絶対？ 1 日。だから。どうやって持たすの、そんなの。いや、だから、最近の配信時間はもうキャスも感想とかするから11時間とか全部で配信時間。あ、何でストレス発散してるの？いや、マジでやばい。うん。いや、でも、すごいわ。だからもう、やらないと、いや、そう、配信者はね。ってことだからね、うん、そう。やっぱ努力しないと、あ、そう、そうだよ。だからそれこそ01さんいるじゃん、みんな。の、副社長さんやから。はるちゃんは。うん、あ、いや、副社長ではないよ。社員ね。社員さんか。うん。の方。そう。ふわっちの大手配信者、そう。大手でもないけど。いや、大手。一番前、閲覧誠司さんの次ぐらいに多い、今。いや、昼だけね、昼だけ。うん。うん。だから、りょうたちくんさ、
なんか仲良くしてよ。フォローしてるかな、うん、してるよね。してるしてるしてる、そごそご。じゃまた、受け取っても終わっちゃうから。うん、ありがとう。またコラボしましょう。うん、おねんねするから。うん、ありがとう、ね。また、じゃあおやすみ。ありがとう。応援してあげてね、これ、りょうたちくんに。ありがとうございます。またね。ありがとう。またね。バイバイ。切ります。じゃあね。ありがとうございました。はい。血糖値上がって眠たくなって、あかんわ。みんなありがとうね、応援してくれて。楽しかったよ、めちゃくちゃ嬉しかった今日。はい、ちょっともう寝ますわ。うん、また明日ふわっちとかやるから来てね。ありがとうございました。りょうたっちょくんのリスナーさんもありがとう。お腹に日々入ってるよ。乾燥肌なんだ。うん。じゃあありがとうね、みんな。またよろしくね。お疲れ様でした。最後に終わるときね、いつも挨拶があるんです。皆さんよかったら付き合ってください。じゃあいきます。私、パルパルと申します。せーの、パルパル、ありがとう。お疲れ様でした。アイテムもたくさんありがとうねー。